地球人に次ぐウルトラマンエースを渡せ。さもなくばこの世の地獄を見せてやる。まずはフィギュア地獄だ。どうも、3周年です。はい、今回はもったいぶらずにこちらの地獄星人ヒッポリト星人初登場はウルトラマンエース第26話全滅ウルトラ5兄弟。いやー、しかし死刑になったり輝いたりウルトラ5兄弟って大変っすね。しかもさらに6兄弟になったら燃やされますからね。旧ウルトラヒーローシリーズウルトラマンエースとの比較はこんな感じになります。こちらのヒッポリト星人、旧ウルトラ怪獣シリーズの第4期の頃のものになるんですけど、まあ、つまり比較的新しいものでありながら、意外と背丈はウルトラマンエースよりも高いっていう、このあたりは公式設定に近い感じがしていいですね。はい、そのヒッポリト星人なんですけど、金型自体は1983年発売のバンダイウルトラコレクションの頃から存在していまして、で、こちらは2007年から発売されたウルトラ怪獣シリーズ第4期の頃で、こちらのものはよりマットでリアルな色彩に塗装されたものになります。つまりは造形自体は40年以上前からすでに完成されていたというわけですよ。で、まあ個人的にはヒッポリト星人のソフビっていうのがこいつが初めてゲットした個体だったので、あれ意外と緑多いなってイメージだったんですけど、そのあたりは劇中のものに忠実に塗装されていたってことが後で分かったんで、でもなぜか当時赤と青色のイメージが強かったんですよね、ヒッポリト星人に対して。なんでなんだろうなと思ってたら、こないだその犯人が分かりました。こいつです。はい、この左のものは劇場版超ウルトラ8兄弟に登場したスーパーヒッポリト星人。まあ、当然リアルタイムで見てたので、こいつのイメージに引っ張られて、なんとなくヒッポリト星人といえば赤色に青色が入った星人っていうイメージだったんですよね。ただ原始のヒッポリト星人はどちらかというと赤にちょっとした青に緑色っていう星人だったんですね。この辺はほんとソフビ手に入れるまで知らなかったって感じです。まあ、ちなみになんですけど、デザイン画上ヒッポリト星人っていうのがどちらかというと、緑とかピンクとかそういったイメージを基調にした星人だったみたいです。いや、こうして見てみると結構緑の割合強いですね。ちなみにそのヒッポリト星人をデザインされたのが鈴木芳雄さんっていう方。この方はバラバとか海底ガガンなどのウルトラマンエースに登場した鳥獣たちもデザインされてるんですけど、なんとですね、この方ウルトラマン太郎に登場したオイルドリンカーもデザインされてるんですよね。また拝む人が増えたな。さらにはウルトラマンエースに登場したタックの隊員服やザットの隊員服などウルトラ怪獣以外のものもデザインされている、こと第2期ウルトラシリーズにおいては非常に重要な方なんですよね。つまりはザットのラピッドパンダもデザインされていると。そういえばヒッポリト星人の頭に近いものを感じるな。ちなみにこちらのヒッポリト星人のソフビは可動は両腕、そしてこの鼻、首も若干動くんですけど、あんまり干渉してそこまで角度はつけれないです。ただですね、造形はいいですので、非常にあのスーツの雰囲気といいますか、劇中の雰囲気は色濃く出されているといった印象です。いや、でも本当に後ろのスーパーヒッポリト星人みたいに汚し塗装を加えてやったら、より劇中の雰囲気に近づくんじゃないかなと思います。足の方なんかもね、本当によく作られている。あ、そしてこいつ星人なのに珍しく尻尾があるんですよね。だから劇中では鳥獣なんて言われたりもしていたわけです。体の鱗と言いますか、表面のひび割れた感じ、そしてね、この腕の鱗の中に現れたこのちっちゃいポツポツ、このあたりが第2期のウルトラ怪獣って感じがしていいですよね。頭の方なんかも本当に雰囲気がよく出てますね。うん、このラピッドパンダみたいな触覚も非常に良き。
まあ、一つ注文つけるとしたらやっぱ目ですね。まあ、ヒッポイト星人の目というと、やっぱりこの左のスチール写真のようにちょっと血走ったような感じ。それでいて瞳ももうちょっと大きくて中身が白いみたいな、実は目の構造がこのソフビと違って意外と複雑に作られているんですよ。まあそこに関しては40年前の金型でもあるので、当時840円のソフビにそれを求めるのも酷かなとは思うんですよ。ただ今回その注文に応えてくれる素晴らしいソフビをゲットしたので、そいつも紹介したいと思います。こちらはダイブと CCP のコラボレーションにより誕生した地獄星人ヒッポリト星人。まあ、ただ今回なぜか全身真っ黒で、逆にこいつが全身タール付けにされてるんですけど、まあその辺の詳細はまた詳しい方がコメントしてくれると思うので、まずは旧ウルトラヒーローシリーズのウルトラマンエースよりでかい、当然旧ウルトラ怪獣シリーズのヒッポリト星人よりもでかいです。そしてなんならこいつ鼻がしている。今までのヒッポイト星人のソフビでは考えられなかったぐらいのそそり立ち具合ですね。ここはほんと素晴らしい風地獄かな。そしてやっぱこの目ですよ。ぶっちゃけこの目が購入の決め手ですからね。はい、この右が旧ウルトラヒーローシリーズで、左が CCP のもの。なんかまだ純朴な中学生と都会に出て汚れた大学生みたい。そしてちなみにこちらのフィギュア、腕がですねこんな感じで稼働するので、割といろんなポージング取ることができるんですよ。まあこれとかですね、人類にひれ伏せみたいな、このポージングは花束持たせたいな。頭の触覚なんかもですね、若干さっきのソフビよりも角度がついてる感じがあって、よりですねなんかこのフィギュアに生きてる雰囲気が感じられるんですよね。中に人が入ってるみたいな。そしておなじみ覗き穴まで再現。ちなみに鼻もですね若干こう別パーツになってるんですけど、可動はしないですね。カッチカチです。そして体の方も見ていきましょうか。この凹凸のですねメリハリの効いてる感じいいですね。しっかり効いてるとこは造形されてますし、この真ん中の胸のところはですねスーツの使用による劣化なんかも再現されていて、ここは非常に素晴らしい。まあ、腕なんかもですねポージングの関係上そこまで長く造形はされてないんですけど、ここが逆にですねスーツらしさっていうか、あの本編の雰囲気が感じられてほんと素晴らしい。背中のヒレなんかもこれまっすぐじゃないですからね。この雰囲気もなんか動きが感じられていいなぁ。そしてこのお腹の発光体、なぜかへこんでますけど、これヒッポイト星人の赤い発光体ですからね。本編でもこんな感じになってたのかな。いやさすが CCP といった感じ。足なんかもですね、まあ旧ウルトラ怪獣シリーズも負けてはいないんですけど、より CCP のものの方が全身真っ黒っていうのも相まって造形がより際立ってますね。そして尻尾ですよ。まっすぐで直立不動なバンダイウルトラ怪獣シリーズに対して CCP はそれなりに長さもあって動きもあるっていうね。確か CCP 版は尻尾もですねこんな感じで稼働するんですよね。真っ黒だから見えにくいけど。はい、というわけで今回はヒッポリト星人のソフビの紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。ここでですね、ちなみに今回ヒッポリト星人とは関係ないんですけど、一緒に紹介したいものがございます。それがこちら。はい、まずはこちらのオリックスバファローズとウルトラマンのコラボキーホルダー。確か今年ウルトラマンとセパ12球団がコラボか何かしたらしいんですよ。でいくつかコラボ商品が売っていたんですけど、その中の一つのキーホルダー。いやーこのウルトラマンの目がいい感じですよね。ほんとかっこいい。
そして2つ目はウルトラマンとバッファローズのコラボキー、ウルトラマンとバッファローズのコラボ缶バッジ、これですね。ウルトラマンおなじみのぐんぐんカットをバッファローブルーもやってる、あー可愛らしい。そして3つ目はこちら、ウルトラシリーズおなじみの影にバッファローブルーとオリックスの選手、これピッチャーかチュンペーターかな、この影でですね一周くるっと囲んでいるこのマグカップ、これはウルトラマンショップ M78 でも売ってないですよ。いや、このマグカップ一番いいかも。いや、おのずとバファローブルのウルトラホーンが光ってる。そして最後、ウルトラマンとバファローズのコラボ T シャツ。表面は胸元にさりげないウルトラマンロゴのバファローズの文字。そして背中は先ほどのマグカップにも描かれていたウルトラマンとバファローズの影。いやーでもこの影ほんといいですよね。ウルトラマンといえばこの影ですから。そっか、ウルトラシリーズじゃなくて初代ウルトラマンとのコラボなのか。はい、というわけで、まあ皆さんの視聴のおかげでこのチャンネルも無事3周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。そして先日にはついにウルトラマンライジングが始まりました。その作品に登場するウルトラマンとか怪獣のソフビもこれから発売が控えておりますので、そいつらのレビューも引き続きやっていきたいと思います。それではここまで見ていただいてありがとうございました。またこのチャンネルに遊びに来てください。それでは先に失礼いたします。バイバイ。撮影に使っているこのウルトラマンエースのソフビなんですけど、まあ、第3期のウルトラヒーローシリーズのものなんですよね。で、箱がこちらになるんですけど、この中に同封されているタグっていうのが、こちらになります。ここにもヒッポイト星人がいたか。